おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで本日はですね、世界体感セレクションスターズ MVP リオネルメッシプレイヤーレビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、このプレイヤーレビュー何をやっていくかと言いますと、まずですね、メッシの性能解説、そして私がつけているスキル構成を紹介させていただいてから、実際にね、試合を2試合やっていこうと思いますので、その試合をやっていくにあたってメッシをどのポジションで起用するのか、またそのそれぞれのポジションで起用した際のメッシの強みや弱みみたいなものをね、紹介させていただければなと思います。ってことで、まず早速メッシの性能から見ていきましょう。なんといっても圧倒的な、シュートドリブル能力ですね。シュート SS、 ドリブル SS です。両方6000弱ありますし、メンタル、スピード、キープ、トラップ、それぞれ全てが上がっているので、バランスよく決定力のあるザ・フィニッシャーって感じの選手になってます。このザ・フィニッシャーっていうのは悪い意味でも現れていて、パスが1200しかないんですよね。で、これは結構試合中に感じました。あ、メッシのパスダメだなとか、このパス通らないんかとか、いや、このパス通ってればなってシーン結構多かったです。ただそれ以外は文句なしの性能ですね。特徴もゴールベナラーでシュートドリブル特大アップしつつ、攻撃の攻守でオフェンス能力特大アップ、ドリブル大アップと、ただでさえ高いシュードリがさらに強化されてます。熱狂の支配者はメッシ自身を OMF に置くと彼自身にはかからないですね。効果がライトウィングに置かないとメッシに自分のキーマン特徴が乗らないです。ただやっぱり中央突破の選手のシュート特大アップ、ドリブルショー、シュートスキル発動率大アップは本当にバカにできない素晴らしいクオリティの特徴だなと思います。スキルの構成を説明させていただくと、私はセイビアとフェイタルロングにしました。セイビアは相手ディフェンス選手のタックルスピードを下げつつスタミナも下げれるドリブルスキルで、フェイタルは相手のゴールキーパーのスタミナ下げつつ自身のシュートメンタルを特大アップできるロングシュートです。セイビアつけた理由としては、やっぱりドリブル6000あって、さらに特徴ではるかに、強化されているので、まあ、それをね、ちょっと A ランクのドリブル一つじゃもったいないかなっていうところですね。実際に使ってみたんですけど、何試合か使って実際に試合見て、本当にね、このセイビアを発動することでメッシがマジで1対1でドリブルを抜ける、あ、ディフェンスをドリブルで抜けるとか、決定機を作れるっていう意味では合ってるなとやっぱり思います。フェイタルロングをつけた理由は、彼ね、センターフォワードで使えないので、ライトウィングと OMF で使う以上ちょっと遠目からも狙いたいと、その狙うタイミングでゴールをね、逃さないためにつけました。トラップスキルつけてもハマると思いますけど、ドリブルロングシュートでいい気もする。もしもどうしてもトラップスキルつけたいんだったら、私ならロングシュート外すことをおすすめします。で、今回はですね、このメッシをライトウィングで1試合、OMF で1試合使っていきます。メッシを OMF で使う際の右にはエムバペに入ってもらって、メッシを右で使う際の OMF にはマウントに入ってもらいます。ちょっとエムバペとマウントで性能の差ありますけれども、まあ、試合に勝つか負けるかではなく、メッシがどんな活躍できるのかっていうところが焦点になりますので、まあ、そういったね、意味合いで見ていただけたらなと思います。今回の私のお相手になっていただく方はフレンドのカツドンマン様です。総合値42万の素晴らしいね、チームを作ってらっしゃる方です。いつもお世話になっております。で、今回はですね、この圧倒的に素晴らしいチームに対してメッシがどこまでやれるのかと、42万の方相手にどこまでやれるかどうかっていうところはね、本当に今回貫突メッシの性能を測る上では大切なところだと思いますので、まあね、見ながら、実際に試合を見ながらね、そのメッシのまずは OMF、 続いてライトウィングっていうところを皆様にね、シェアしていけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはメッシ OMF で使っていきましょう。結論から言ってしまうと、個人的にはね、 OMF メッシめちゃめちゃにおすすめです。やっぱり選手紹介のところでも言ったんですけど、ドリブルと決定力めちゃめちゃ高いんですよね。ってなった時に本当に決定的な仕事をしてくれる、最後ね、抜いて決めるとか、あとは走り込んで決めるとか、そういう役割を担ってくれるので、その役割が多ければ多いほどいいと思うんですね、メッシは。ってなると、ウィングよりも OMF の方が圧倒的にボールに絡む機会が多いので、その攻撃の機会が多くなるっていう意味で、要するにメッシにボール渡しとけって話ですよね。
個人的にはそういう意味では OMF の方が向いてると思います。実際にもちょっと OMF の試合を見せていっているんですけれども、やっぱりね、おっとクーマン、やっぱりね、いいね、ボール失わない。ここもスキル発動せずにかわしてセイビアで運んでヒロイック、このヒロイックでスタミナ回復とかももろもろ発動してるので、でここやっぱね、その短い距離でもドリブルで運べるし、その決めるシーンの前にドリブル発動してなくて相手かわしてると思うんですけど、メッシここが強いね。もともとのドリブル能力値とか特徴で上昇している分のドリブル値が高すぎて、スキル発動しなくても意外とどうにかなっちゃう。 OMF みたいなすごく狭いところではね、ドリブルスキルが毎回発動するわけではないので、その狭いところでボールを取られないって意味ではやっぱりメッシ素晴らしいですね。いいですね。さあここも走り込んできて決めていくと、すごいですね。ありがたいですね。いやいいですね。タランティでもよくやったねこれね。ここもやっぱり OMF だからこそのポジショニングかなと思います。ただじゃあ逆にちょっと弱点じゃないですけど、まあこのねメッシが悪いというよりはサジンフォメにおける一つのメッシ OMF 起用の、まあ、デメリットというか、まあ、マイナス点を話していくと、メッシもプラティニもドリブルとシュートが得意な選手なんですよね。他に何があるのっていうと、おお、ユングベリーいいな。他に何があるのっていうと、パスでゲームを打開できる選手なんですけど、デブライネとかね、あとは、ダビド・シルバとか、そういうタイプの選手ではないし、あとは、ある程度守備もできるジェラードみたいなタイプの OMF でもないので、結果的にメッシとプラティニを並べるとね、攻撃のパターンが少なくなるなと、サジンはすごい思いました。サジンフォーメね。ドリブルで突破してシュートで決めるっていうところに特化しちゃうので、チームがそれ以外の選択肢が欲しいなとか、ドリブル突破じゃ相手を崩せないなって時に、じゃあめちゃめちゃいいパスがロングシュートを打つとかね、めちゃめちゃいいパスが出てくるかとか OMF から、そうなった時にね、なかなかねロングシュートはあってもいいパスは出ない、プラティニメッシともにね出ないわけじゃないんですけど、やっぱそこまでではないよね。そこがやっぱね、個人的には OMF メッシ起用、メッシ OMF 起用か、メッシ OMF 起用のあえて言うならの弱点かな。ただやっぱりボールに触る機会が多いとか、狭いところでのドリブル性能はもう圧巻の一言なので、そういう面ではやっぱりねいいですよね。メッシは OMF で使うと攻撃の機会が多くなりますから、私は好きですね。いいと思います。さあそうしたらですね、お次はメッシライトウィングで起用していきましょう。ライトウィングで起用するときは OMF にメイソン・マウントを置いていきます。さあそうしたらですね、右メッシ見ていきますが、右メッシのねいいところというか、右メッシを例えるのであれば、一言で分かりやすく言うならね、すげえ強力な槍って感じですね。めちゃめちゃ使い勝手がいいわけでもないし、ボールに絡む機会が多いわけでもないけど、ボール持って前向いたら OMF より決定的な仕事をしてくれます。ただその機会が少ないんだよね。ちょっとねメッシにボール渡る数に注目しながら見ていただきたいんですけど、やっぱり OMF の選手の方が当然ボール受けるタイミングとかボール受ける回数っていうのが圧倒的に多くなるんですよ。ってなると、ちょっとまあデメリット、ライトウィングのもったいないところとしては、せっかくメッシめちゃめちゃ強いのに、もうちょっとねメッシにボール渡ってメッシで攻めたらいいなっていう感じはします、個人的に。ただ持った時の仕事の質はさすがだなって感じですね。サジンフォーメ、ただあれなんですよね、なんか比較的右に置いてもライトウィングに置いても結構中めにポジション取るんですよね、メッシね。メッシっていうか左の選手もそうなんですけど、サジンだからなのか、ちょっとバッジョが低めに取って、ポジエリじゃないんですけど、ポジエリバッジョが高めなんですけど、メッシより高いんですけど、ちょっとねバッジョ低め、メッシここね来たね、仕掛けて打つと、いや素晴らしいですね。ただ今これすぐにライトウィングに走って戻りましたが、結構今中目でボール受けてますよね。中目の高い位置でボール受ける、OMF だと中目の低い位置でボール取ってくれるので、中央のね中央レーンの低い位置でボール受けてくれるので、まあそこの差かな、その差が中央で使うか右で使うかかな。あんまり右で開いて受けるってことはねそんなにないですね。今もメッシ中いますよね、これマウントと一緒に。
さあ後半見ていきましょう。やっぱりね、前半でメッシにボールを渡るシーンすごい少ないですよね。 OMF に比べると本当に少ないなと思います。ただやっぱりボール持った時はやっぱ高い位置で受けるとかウイングで受けると DMF とかセンターバックが目の前にいないことが多いのでドリブルをたくさん仕掛けてくれるんだよね。 OMF の時より OMF の方がバックパスする数がめちゃめちゃ多いので、そういう意味ではね、やっぱウイングは良さが出ますね。メッシの強力なドリブルっていうのがめちゃめちゃドンピシャで生きるのがウイングかなと思いますね。モドリッチな CMF で使ってるんですけどちょっと微妙なんですよね。どうしよっかな。サジン DMF 問題がマジでね解決しないですね私は。さあマウントシルキバス、ワンチャンモッチで守備固めの方が安定する気もしないでもないんだよな。モッチの方がモドリッチより守備力高いですからね。ちょっとメッシから話がそれましたが、さあここもねウイングっぽい位置で受けてくれて、セイビア1回セイビア2回で光エフェクトですね。まあザ・ウイングみたいな動きですよね。今のはボール持ってドリブルで追いつかれないし、追いつかれても取られないし、あとはもう決めるだけっていうことですよね。まあメッシぐらいの性能になったらドリブルフリーで運んだらもうほぼほぼ決めますから、まあ、圧倒的と言わざるを得ないですね。まあザ・ウイングみたいなプレーしてくれてますこれは。はい、やっぱここかな、この違いな気がする。 OMF に比べてやっぱタッチ少ないですよね。ボールを触る回数がウイング圧倒的に少ない。ただ決定的ですよね。うん、ってことで最後ねメッシ総評を見ていきますが、いや本当に圧巻の性能でした。もう仕掛けて決めるっていうことに関してはトップクラスですね。ただ2試合見ていただいて分かると思うんですけど、いやメッシさんそのパスは切れてますわってパスはないよね。うん、まあパス能力ないっていうところかなと思います。 OMF とライトウィングどっちで起用してもいいと思いますけど、やっぱり個人的には OMF かな。まあ構成的にも私はねドリブルシュートっていうところで、結構ゴリゴリ蹴ってるか上げているので、まあ、そのドリブルを生かす、シュートを生かすって意味でもまあ、OMF 起用が合ってるんじゃないかなと思います。ただライトウィングでももちろんやれるし、メッシライトウィングを置くんだったら私ならねデブライネダビドシルバがいるなら、似たようなことずっと言ってますけどデブライネダビドシルバがいるならメッシ右かな。うん、違いを生み出したいですよね。プラティニとメッシが似てるので、はい、っていうところで、今回はメッシのレビューとさせていただきます。総合値ね、高いお相手でも全くね、問題なくやれるし、メッシのおかげで総合値高い相手にもね、勝つことができるくらいの選手だと思いますので、ぜひね、持ってる方は育成して使ってみていただければと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。豆腐でした。バイバイ。